今年4月から6月までの県内企業の景気判断は5期連続で上昇となりましたこの調査は佐賀財務事務所が資本金1000万円以上の県内企業を対象に3ヶ月ごとに行っているものです今年4月から6月にかけて景気が上昇していると答えた企業の割合から下降していると答えた企業の割合を差し引いた値は全産業で7.4と 5期連続で上昇となりました原材料価格など製造コストが高騰していることから製造業で下降となった一方で新型コロナの5類以降で旅行やインバウンド需要が高まっていることなどから非製造業では上昇となっています今後は人手不足による営業面でのマイナスの影響を懸念する声などがあり7月から9月には全産業で下降に転じる見通しです